自民党塚田一郎落選 NHK によりますと参院選の新潟選挙区にて自民党の塚田一郎さんが落選確実となったことが明らかになりましたこちらマスコミによる忖度動向という変更報道印象操作に敗北した形となってしまいました今回の塚田さんの落選によって マスコミの影響力の大きさというものが改めて明らかになりました。日本政府にはこういったマスコミの変更報道によって選挙が妨害され選挙に影響が出てですね、民主主義が、日本の民主主義が破壊されないように放送法に基づき、マスコミの放送を取り締まる体制を 早急に整えていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました